どうも皆さん、こんにちは。コバフヘです。スキン買い忘れました。まあそれは置いといて今回はですね、前のなんか割とあの人をねトラップに仕掛けるっていうのがね、なんか面白いというねコメントいただいたので、第2弾作ってみました。今回は多分分かる方には分かると思うんですけど、ここに落とし穴があるというね。いや、気づかれるかな。で、ちょっとあらかじめね、これだけだと気づかれやすいので、この家にボタンを隠したので、1分以内にそれを見つけて、ここのダイヤモンドにねつけて押してくださいっていうねルールをつけてやったら、いなんか焦ってすぐ登るんじゃないかなと思いますって思ったのでそう、ここ触ってから開始みたいなね、こっから1分測ってもらってっていう感じで、あそこに僕のスキンがあるのは、誘導だよね。あ、俺の、ふふやさんのスキンがある、うわー、みたいな。まあまあ、今すげえ適当だったんだけど。ちなみに、これの制作時間は1分ぐらいだったんですけど、こっちは俺30分ぐらいかけてますから。毎回だよね。トラップはめっちゃ簡単に作れるけど、見せ物にめっちゃ時間かけちゃうんで。まあ、そんな感じで、どんどん人を仕掛けていきたいと思います。それでは、最初ね、リモコンさんに来てもらいました。よろしくお願いします。はい。ということで、じゃあちょっと後ろのボタンを押して。これは、アドベンチャーモードになりやすい。で、はい。これからですね、この家に、ボタンが1個隠されてるんですよ。はい。なので、1分以内に見つけて、はい、ここにダイヤブロックあるじゃん。はいはい、ここに設置して押す。ボタンはチェストの中にあるの？ボタンはチェストの中にある。実際いろいろあるから、1分以内に。で、あの今ここバリアブロック貼ってあるんだけど、俺がこのバリアブロックを壊して、うん、そこに糸がある、うん、ワイヤーがあるから、うん、それ踏んだら開始ということで、じゃあ行きます、はい、準備いいですか？はい、3、あ、違う、ダメだ、待ってね、これ先壊しとく。うん、3、2、1、どうぞ。おっと、あいやー、どうですか、今の気持ち教えてください。どうですか？あということで、いや、よかったよかった、ま、君が単純なやつで助かったよまずはリモコンは引っかかったということで、いやー、よかったよかったということで、ブーストさんに来てもらいました。お久しぶりです。よろしくお願いします。後ろのボタンもう押されましたか？あ、まだ押してないです。押しちゃってください。はい、 OK です。ということで、1分間カウントはここにあるこれを通った瞬間に始まります。わかりました。それでは先に謝っておきます。すいません。それでは、お願いします。いくぞ、頑張れ。だあなんてことおい、ふるはやさん、最初のつばですよね。なんてこといや、これ、4年ぶりぐらいじゃないですかね、つば。いや、本当に、すいません。いや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 、もう、全然大丈夫なんですけど。めっちゃ分かりづらくないですか、これ。そうなんですよ。全然分かんなかった。で、そうなんですよ。俺がなんか、1分以内とかせかすから、ちょっと引っかかるかなって思って。ちなみにこれ、本当はチェスト何も入ってないっていう。そうです、何も入ってないです。いやー、他の方も、同じ感じに引っかかるといいっすね。いいっすね。ということで、今回ありがとうございました、本当に。いえ、もう。それでは、3人目には、A ボタンくんというね、リモコンのリア友に来てもらいました。お願いします。あ、やった。始まった。よし、もう気合十分。よし。頑張ってね。期待してるよ。何がやるんですか？あそこに置いて押すだけ。そうしたら、でも、1分以内ね、1分以内。1分以内、もう30秒で余裕っす。あ、さすが、いったな。よし、余裕っす。
それで、あ、で、ここに、はい、あのワイヤーフックがあってここを押すとね、こう開始って出て、これからカウントするからね。わかりました。よし、じゃあちょっと待ってね。じゃあ、いくよ。はい、了解です。 3、2、はい、あ、ごめん、ちょっと待って2、1、GO! GO! どうだ、なんで、え、なんで、え、え、熱い熱い、え、ということで、今回の動画は、あのね、これがメイン、これ、え、あ、もうなんですかそれ、え、え、もうずるい、わかるわけないじゃないですか、こんなの。いや、めっちゃやる気だったからよかった、引っ掛けやすかったよ、ありがとう。もう、うわ、なんでそれ。ということで、4人目にはタカさんを、タカさんにね、いらしていただきました。よろしくお願いします。いや、なんかこう2人でやるのもやっぱ久しぶりですね。そうですね、かなりお互い忙しかったのも。そうですよね、懐かしい、なんかこの風景。そうですね。1分以内で。はい、1分以内です。なるほど。おー、なんかあるんだろうな、これは。あ、頑張ってください。あ、後ろのこのボタン押してもらえますか。はい。よし。じゃあ、そこの、この糸押したらこう開始ってなるんで、そっから1分です。はい、わ、はい、かりました。ということで、お願いします。はい、じゃあ、いきます。はい。うい、スタート。おおうわあ、そういうのか。やったぞあ、そういうのなんですね。そうなんですよ。いや、本当にね、なるほど、ちょっとこれだけのために呼ぶのも恐縮だなって思うんですけど。いやということで、ありがとうございました。本当にありがとうございます。ということで、5人目の挑戦者って言っちゃった。ベルサスさんです。お久しぶりでーす。お久しぶりでーす。ちょっと、みんなにお久しぶりって言ってるな。あの、ベルサスさんは、ちょっと公式生放送でね、ご一緒になって。でも、はい、実際に動画撮るのは初めてですよね。そうですね。あれ以来、お話するのも多分久々そうかもしれないっていう。いや、本当に、ありがとうございます。いや、そんな、暇だったので。よかった。1分以内。1分はい、1分です、1分です。1分え、待って、こっから降りて階段上がるのに、まず10秒ぐらいかかる。そうですね。で、あ、ちなみに、あの、ここの開始って押した時から1分測らせていただきます。はい、あー、なるほど。じゃあ、ここジャンプして飛び越えるのはなし。ダメですね。あ、ダメですか。あ、やっぱちょっと、なんか不正のことばっか考えてるんで。素晴らしいです。まあ、バリブルか。お互い似たところありますね、多分。ありますね。じゃあもう早速。はい。いきます、じゃあ。あ、はい、雨ってきた。あ、雨が。早い。早い、コマンド打つのが早い。そうなんです、こんな感じで。頑張ってください。はい、頑張ります。いきます。はい、3、2、1。どうぞ。はい。よしなんかね、あれ、なんかちょっとここ一個多いなと思った。あ、思いました。でもなんかまだ燃えてる。ちょっとなんかこっから見たときに、はい、そこだね、ちょうど立ってたところで、ね。あー、ちょっと怖いな。でもそうですよね、なんかちょっと違いますね、確かに。ここが若干あれ、あ、本当だ、若干違う。確かになる。あ、危ない、ギリギリ。おお、ちなみにボタンはちゃんと入ってはないんですね、それが。入ってないんだ。今日俺ここだけで終わらせるつもりなんで、もう。やば。今5人中5人全員引っかかってますからね。何、しかもここのちょっと開かないし。そうだ、開かない。いや、でも、あの、ここまで推測したのはベルサさんが初めてですね。ああ、なるほど。本当にありがとうございました。いやそんな全然。ということで、6人目にはシアンさんが来てくださいました。はい、はい、どうも。これまたお久しぶりです。はい、お久しぶりです。制限時間は1分です。1分。はい、で、ここをこうしてから開始になります。よし、
あ、後ろのこれを押していただけますか。はい、よし、よし。じゃあ6人目のチャレンジャーシアンさん、はい、頑張ってくださいね。よしということで行きます。はい、3、2、1、どうぞ。いっすよっと。あ嘘や。これですね、実は今日僕これだけのためにシアさんを呼びました。えっさ、ちなみにチェストにボタンは入ってないです。うわすいません、やられた。全然見えなかった。でもいやー、なんかやっぱわかんないですね。いや、多分こういうルールがあるからね、強いんだと思います。で、本当にありがとうございました。いえ、大丈夫です。ありがとうございました。ということで、本日7人目の鳥ということで鳥なんですか、マジで。鳥なんですよ。本当に来てくれると思わなくて、はい、テレビ画さんに来ていただきました。ありがとうございます。どうも、こんにちは。あー、もうすごい。制限時間が1分です。短いな、1分で。そうなんです。で、ここのこれになんかワイヤーフックがあるんですけど、これ押した時から1分です。うん、なるほど。という感じです。はい、わかりました。うわ、先に謝ってきます、ごめんなさい、はい、ということで、はい、じゃあ行きますね。はい、3、2、1、どうぞ。いきます。おぉ、あれよ、おぉ、頑張れ。よし、あれ、ちょ、あれ、え、なにこれ。今回ですね、僕これトラップ企画っていうやつでして、はい、まんまと引っかかった感じですか、ね、そうですね、実は今いや、俺真面目にさ、今プレイしようと思ったのに。すいません、本当に。でもそれテレビ映画さん初心者だって聞いて、はい、あ、これは、はい、いけるんじゃないかなと。やべえ、引っかかったマジで。いや、でも本当にいい、いまだ燃えてんだけどこれ。すいません。いや、本当にありがとうございました。なんか悪焼きやな。はい、いえいえ、楽しかったっす。 ありがとうございます。はい、いえいえ、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。